でこの2液が溜まってるのでそこに、外したアウトした、毛束を分かるかな、これ見えてますかね、ともちょっと見えないかな、はい、ちょっとな、ここがもうポイントですね、8ラインが、そこをいかに抑えれて、れるかみたいな感じですかね。前髪はどうなんですか、前髪もこんな感じ、同じくやっていただければ、あーハードル高いですねかなりハードル高いですね。まあ、薬とかはブログに書くかもしれないですね、はい。まあ、できれば皆さん動画皆さん全然リアクションしてくれないんですけど、よければリアクションしてください。で、ちょっと今、ごめんなさい、大丈夫ですか、今つけてるのは矯正ですね。あら、つけとる。で、まあこれ普通にストレートトップしてるだけなんで矯正みたいな感じだと思ってください。はい、今、中間推薦終わったんで、中間推薦の時に、このアルピニングを外してください。外さないと裏面まで水が通らないので、またちょっとね、またこれ R やるような感じで、大した時間かかんないですから、こんなのやっても。これをもう一回ちょっとやってください。その方がしっかり中間水栓で薬剤が流せますので、そこは肝心ですね。そのままピンしたままやってもしっかり流れませんので、そこは徹底していただいた方がいいと思います。なんで本数をいかに巻かないかっていうのもポイントかと思いますね。あんまり巻きすぎるとやること増えちゃって、でこの間もこれパーマの一液って今これ流してますけど絶対落ちてないので、パーマっていうのはこの間もずっと軟化してると思っていただいた方がいいと思います。なんでだから、そうそういうことですね。はい、乾かします。でトリートメント剤としてはこのヘナウォーターなんですけど、こちらヘナウォーターをつけて、これキトサンが入ってますから、このヘナウォーターを全体につけてトリートメント剤として使います。こういうような感じでですね、どうですか、いい匂いしませんか、いい匂いします。発火の香りがオーガニックな商品
でこれをつけて乾かしてトリートメントですからね、ちょっと溶かしていただいて、乾かしていきます。よいしょ。では回しまーす。デザインの矯正なのでそんなにがっちりやらなくてもっていうか、ただここは結構潰さないとデザイン作れないんで、相当潰しますね。ここに関しては8は。つけるとアイロンの熱からも守ってくれますし、熱定着してくれるのでちょうどいい感じですね。使ってやんない方がいいです。根元若干癖残しておいた方が、指3本分もしくは2本分3センチから5センチの癖を表面は残しておいた方がいいんで、そこはアイロン入れません。そうすることによってそこが潰れちゃうとちょっとバランスが悪くなってひし形になりづらいので、そこは入れない、あえて入れないですね。触らないっていう感じです。なんでこの部分は入れません。反対の方も入れていきます。でこの巻いてるロットっていうのが、実はこれ黙ってこのまま放置していくわけですけれども、これが自然な自然にこうガラス化してくれるんですよね。天然ガラス化っていうか。でトリートメントもつけてるんですけど、ケラチンマキトさん関係つけてるんですけど、自然にガラス化してくれます。自然にクリープして自然にガラス化してくれるんで、これ最強のパーマなんですけど、ただ時間がかかるっていう。例えばその同じパーマかけたければパーマ巻いてもうずっと置いとけばいいんですね。そのまま放置するっていうか、一液つけてね、黙って放置しておいたりとかして自然と乾いてくると思うんですけど、結構最強なんですよね、そのパーマ自体。電子パーみたく熱入れるのもいいんですけど、ただ何時間も置くって、実際結構難しいので、そんな感じで自然にこの辺はクリップされてガラス化していくっていうような感じです。なんでありがたいですよね。何もしなくていい。こうやってやりながらもちょっと乾いてくれたりとかしてるんで、でこの表面ですね、表面の根元はやらないようにして、表面のここですね、ここはかけないようにします。で中間からかけていきます。
結構この温度落ちはね厄介なんですよね、まあ、特にあのスピーラーとか使ってるとことか結構最近ちょっとびっくりするのがスピーラーってお客さんから電話でスピーラーっていう単語が出てくるんですよ。最近スピーラーって知らないですよね。知らないです。いや分かんないんですよ。普通美容師さんでも知らないですよ。スピーラーパーマ矯正やってますかっていう YouTube で見たんですけどとか、例えばですけど、結構そういう風に業界用語で言ってくるっていう、まあ、薬の名前なんですけど、結構時代が変わったなって思います。お客さんもやっぱりその知識がすごくある方が多いんで、美容師さんももっと頑張って勉強しないと、お客さんの方が知識あったりとかする、今ネットで調べられるじゃないですか、ね、まあ、本当にお客さんすごく詳しくなってるんで、結構すごいですね。スピーラっていう薬がある、新しい薬があるんですけど、新しい人は新しくなる、その薬のを扱ってますかっていう、それでかけて矯正をかけてほしいんですけどっていうような注文が入るんです。すごいですね。マニアックじゃないですか、そのお客さん。すごいですね。そう、マニアックの方がいらっしゃるんです。結構マニアックですよね。本当にデザインを作るのもやっぱりデザイン作っていくのも一つですけど、そういうやっぱりケミカルとかも、僕も全然ちょっと知識はあれなんないんですけど、ケミカルも勉強していかないと、あのバランスがちょっとダメかなっていうのがありますね。やっぱりそのなんかデザイン作ったとしても、写真で一時的にかっこよく見えても、実際そのモデルさんが普段生活するときにバッサバサだったら全く意味がないって思うんで、あのまあ撮影もかっこよくできて、普段のモデルさんもかっこよくスタイリングできるっていう状態をしっかり作っていかないと、ただのなんか自己満で終わっちゃうなって思っちゃうんで、やっぱりそこはあのケミカルの力、ケミカルの知識ですかね、そういうのもしっかり必要かなと思いますね。でそれがあってデザインが作れたらすごくベストなのかなって、今の時代性的な感じで考えると、そういう部分なのかなと思います。まあ、僕が語れるようなレベルではないんですが、あのオイルなんですけど、この BB 系オイルってこれちょっと見えないですね。か BB 系オイル、これまあちょっと水で薄めて、まああのデジ巻くんですけど、これこれすごいのはオイルなんですけど、混ざるんですよ、このオイルって。あの喧嘩しないんですよね。まあちょっと言ってることは分かんないかもしれないですけど、この混ざるオイルって珍しいんですよ。めっちゃこれすごいんですよ。オイルなのに活性剤なくて混ざるんですよ。これはもう優れものです。でこれがデジ巻くんですが、ここにもう巻いていきますね、時間もったいないんで。で、あの BBK のオイルつけて巻いていくんですけど、はい、これでちょっと濡らしながら、ね、なぜオイルここ使うのかって言ったら、まあちょっとね、熱から守ったりとか、そういう部分もあります。いや、本当でもこれすごいですよ。すごいっていうのは伝わるかわかんないですけど。はい、このように巻いていきますね、どんどん。
まあ、ほとんどこの辺はねかかんないですね、これだと。まあ、巻いてる回転数からしてもほぼかかんないんですけど、まあ、ニュアンスです。下のつながりが欲しいんで、そこをこれで作ります。それで、これ熱入れるんですが、ここでですね、これ100均のこれ分かります？これ中にこうプラスチックの入ってるやつ、それを入れます。これなかなかいいんですよ。中のプラスチック捨てちゃってるんですね。これだけ使うっていう感じで、そうするとあんまりこのロッドのにこれせっかく巻いてるじゃないですか。その巻いてるのを壊さずできるんでいいっすよ。でこうやってる間も、他の巻いたロッドの部分は、熱じゃないや乾いてってくれてるんで、じゃあどういうふうにその要は乾いたら何がいいのかっていうと、分かりますかね皆さん、乾いたら何がいいか。この乾いたらどうなるかっていうと、このこういうところが乾くと思うんですけど、何がいいかっていうと、ウェット時、それからドライ時の、ウェーブ効率があんまり変わらなくなるんですよね。なので、乾いてもリッチが出やすくなるっていうことですね。これがどんどんこう乾いていくと。なんで濡れてる時はカールあるけど、乾いたらカールがなくなるっていうよりも、乾いてもリッチが出るよっていう感じなんで、こういう風に自然に置いとくだけでもそういう風なカールになります。なんで結構程よく傷まない状態でかけれるんで、これ最強なんですけど、多分パーマかけるのに3時間ぐらい時間かかると思う。3、4時間とか待たないとダメなんで、根気よくやりたい人はやってもいいかなと思いますけど、そういうのを早めるのにこういう機械があったりとかするんですね。でも結構乾いてきてますからね、この辺も。表面かかったので、デジタルパーマの終わって、この乳液ですね。でロッドのとこつけて、あとはシャンプー台で、この辺ももちろん矯正かけてるんで、この辺も乳液をつけないためなんですけど、今ここであんまりつけると垂れてきちゃうんで、ターバンしてませんから、ある程度つけたら、ちょっと時間を置いて全体につけていきます。シャンプー台ですね、その時は。でこの乳液が溜まってるので、そこに、外したアウトした毛束をつけてですね、より乳液の浸透をさせていきます。で、あとはシャンプー台でやってアフターシャンプーをしていきます。はい、この状態に、はい、こんな感じにかかりました。でここしっかり収まって、前髪もこうかかってます。で、今度はヘナジェルなんですけど、これパーマの時は大体ヘナジェルでスタイリングします。ヘナジェルは何かっていうと、ベタベタしたくないとか、ワックスでなんか肌ついたら嫌だなとか、あとは何だろうな、まあそれなりにこうムースみたいに仕上げたいとか、そういう方は、あと手ぐし入れても粉吹かないとか、セットした後固まったとしても指通せばまたサラサラになるとか、そういう感じがこのヘナジェルになります。なんでヘナジェルをちょっとつけていきます。これさっきとちょっとね、このジェルタイプなんですけど、こっちはラベンダーなんですよ。香りどうですか？いいですね、結構いいですね、はい、でヘナジェルとヘナウォーターを一緒に使うとより効果が出ます。
ボリュームも出るし、パーマもこうなんか自然乾燥もできるぐらいのやつなんで、めっちゃいいです。ちょっとかかり見てみてください。後ろはこんな感じでかかってます。今日もこれですね、まあ、しつこいですけど朝倉の、エアレスドライヤーのこのアタッチメントつけて、こちらでちょっと乾かしてみたいと思いますね。これです。これで乾かします。はい、まあ、今その自然乾燥の状態なんで、ちょっとあのイメージのやつとは全然違うんですけど、あのまあコテで巻いてますから、まああの自然乾燥の感じはかなり同じぐらいになったかなと思います。あとはこれをあのブラシで溶かしたりとかすれば、まあ油質感に近くなるかなと思います。はい、でこんな感じにかけることができました。でここのポイントがまず収まってるっていうのがまず大きいの と、ここをかけなかったので、この部分がちょっとこう上に上がるようになってますよね。この癖がちょっと生きてるっていう感じですね。だから本当に最初からこのデザインをするような感じで矯正をかけるっていうところですね。なので一番潰したいところは根元までアイロンを入れる、で徐々に上に行くに従ってアイロンを入れるところを開けていくっていう、そういうデザイン の、 あの矯正っていう部分も必要になってくると思います。そうすれば、まあ、モデルさんが自分で簡単にできるっていうような感じを作れますので、アイロンの入れる位置ですね、それがもうデザインっていうデザインの一つっていう形になると思います。はい、というような感じで今日は、ここからちょっと撮影して終わりたいと思います。はい、今日も早任せの動画見ていただいてありがとうございます。はい、今日のモデルさんも結構ねボブに変えて、パーマをかけてですね、かなり可愛く変わったんではないかなと思います。はい、今日もどうでしたか。すごく可愛くできました。よかったです。本当ですか。はい、すっごいな。いやいや、大丈夫ですね。大丈夫。ありがとうございます。はい、ということで、また頑張ってアップするので皆さん見てください。はい、ではですね、特に何もないので、はい、ではさよなら、バイバイ、また見てね。